それでは第3回リーグ、2回から引き続き連続で参加いただきました FC エンジョイの皆さん、どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。今回憩いの村で5ヶ月間の挑戦ですが、初戦勝手に思っていた優勝候補のインフィニティさんを下したということで、優勝候補だったんですか。はい、僕の個人的ですけどね、すごい強いチームなんでそこを見事接戦の中、いい試合でしたね。はい、勝ったということですが、半年間の意気込み皆さんでお願いします。どうでしょう。はい、初戦の出戦では、この彼の活躍が2得点の大活躍が、ありまして、逆転勝ちということができたので、ね、本当ですよ、いい試合でしたね。あと5節、今節含めて5節、はい、本当に優勝を目指して、そうですね、前回タイトル惜しかったからな、はい、チーム一丸となって、はい、頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ2得点の、はい、なんか一言ありますか。いやもう得点を狙っちゃいます。やっちゃいましょう。豪華商品、豪華商品、今ならまだ商品買ってないので、逆にリクエストあれば買っときますんで、はい、したたかに、したたかに頑張ります。了解です。はい、女性メンバーも皆さん頑張ってくださいね。はい、じゃあ5ヶ月間よろしくお願いします。優勝目指してお願いします。